マジで役に立たない知識参戦。一つ目、そこ坂判定なん？キャンプのパージは坂ならゆっくりながらきちんと進んでいきますよね。いや、そこ坂なん？まあ勢い余って飛び出しちゃったのかな。いや、そうはならんやろ。二つ目、イカ登り。イカ登りってアーマーまとうし、いざ急にやられるとビビりますよね。でも悲しいかな、イカ登りにはクソデカ音があるのでバレます。でも実はイカ登りで飛び出す直前にスティックを下にほんの少しだけ倒すと音がしません。まあ飛び出した時のアーマーなくなりますけど。三つ目、タップダンス。 R ボタンでサブを構えて坂を後ろ向きに登るときはこれ。しかしパルシェルター系統、チャージャー系統、ストリンガー系統の時、なぜか A ボタンでアサリを構えたまま坂を登るとタップダンスします。え？落ち？ねえよ、爆発させるか。四季武装 X 対ロロイトがお送りしました。